どうも、爬虫類マスです。今回は10月1日に開催されていた爬虫類イベントブリクラに僕初めて、参加してきました。で、このブリクラ他の爬虫類イベントとどう違うかっていうと、この国内繁殖個体いわゆる CB の価値を認め、広めることと、あとはそういう飼育モラルの向上というか啓発をねしていくのを、目的としたイベントみたいです。で、僕もねそこで参加してビュアリウムガイドの編集長をやられているトミーズ・アキラさんのトークショーとかにもね参加したんですけど、やっぱりねそういう話題にも触れていて、まあ、例を挙げるなら、まあ、最近の人はこういう爬虫類飼育の醍醐味というか、こう攻略していくようなね飼育をあまりしてない、もう何でも自分で調べるような飼育をしてたり、でそういうのって本当に爬虫類飼育の魅力なんかなっていうのを言ってて、ちょっと残念だなっていうことを言って、で他にもいろいろ話されてたんですけど、本当にね共感する内容が多いし、でこう感化されるというか本当に勉強になる話もされていて、でやっぱりそのブリーダーさんたちのイベントなんで、そういうブリードさんたちの貴重なね話とかもいろいろ聞けて本当に勉強になるイベントでした。本当にね行ってよかったです。皆さんもよかったら行ってみてください。で本当はね今回のイベントを僕あまりねお迎えする気はなかったんですけど、実際行ってみると、このなんだろう、もう普段のイベントでは出会えないような、もう喉の方からこう手が出ちゃうような個体が多くて、でね本当は迎えないつもりだったんですけど迎えちゃいましたね。はい、で今回はねその子たちを今紹介していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。それでは今回お迎えした子たちを紹介していきたいと思います。まず最初に迎えたのがこちらのジャイアントウッドローズっていうね、見てください、これ超綺麗じゃないですか。ゴキブリなんですけど、もう羽がねすっげー綺麗、見て超綺麗。こんな羽大きくなるってことは飛ぶんかな、そこら辺もわからないんですけどね。もう見た瞬間になんじゃこれと思ってちょっとお迎えしたんですけど、すごいよね。で脱皮するときにこの流木にぶら下がりながら脱皮するらしくて、まあ、飼育するときはねちょっと流木とかも入れながら飼育していこうかなと思います。はい、最初の子はこちらのジャイアントウッドローチの5匹セットかなをお迎えしました。で子供の時はねこういう風になんかディビアの、これもねディビアの幼虫サイズとは思えない大きさなんですけど、ディビアみたいな見た目をしますね。こっからこんな綺麗なやつになるんだなっていう。でちょっと見てもらったら分かるんですけど、こっちとこっちの色濃いじゃないですか。でブリーダーさんが言うにはこの黒い個体が出るのは珍しいらしくて、すごいですよね。これから繁殖をしていってどんな子が生まれていくのかっていうね、この色とこの色を掛け合わせたらどんな色が生まれるのかっていうね、そういう楽しみもありますね。はい、で2種類目もゴキブリなんですけど、この前僕が紹介してたエウブラベルスっていう子がいるんですけど、あれどこのねブラベルス族かちょっと分からないんですけど、こっちはねブラベルス族のギガンテウスっていう、ブラベルス族の中でも一番でかくなる種類のゴキブリになります。見てこれやばくない、世界の昆虫大図鑑に出てくるような美しさ、超綺麗。さっきのウッドローチとはねまた違った美しさがありますよね。ウッドローチよりも一回りでかいんかな。いやこの子すごいよね、本当に羽がこんなに綺麗な見たことない。これをゴキブリって言っていいのかっていうね、なんか日本ってなんかゴキブリは汚いイメージがあるんですけど、世界のゴキブリはこんな種類のゴキブリがおるんかっていうね、もうたまらないですね。もうこの子見た瞬間にお迎えしちゃいました。はい、3種類目がこちらのセイブシシバナヘビのアナコンダっていう子になります。前からそのセイブシシバナヘビはすごくお迎えしたかったんですけど、なかなかね自分の思ってるような子に出会えなくて、でこの子見た瞬間にめっちゃ迷って、でこの子2匹だけしかおらんかったかな、アナコンダは。でそれで一通り回って、その後に、
行ったら、1匹のアナコンダが売り切れてしまってて、でもこれやばいと思ってこの子もお迎えした形になります。このサイズからねヘビ迎えたことはないんで、こっからねちょっとまた今までのヘビ飼育とは違った魅力が味わえるんじゃないかなと思いますね。はい、で最後にお迎えしたのがこちらの、じゃじゃーん、スキニーラットっていう、ラットとラットを掛け合わせた時になんか突然変化なんかでこういう毛がない子が生まれるらしいです。見てめっちゃ可愛くない？ね、毛がない子ってもう爬虫類やみたいなね、なんかそういう自分と通ずるものを何か感じたんで、もうこの子はぜひお迎えしたいなと思って、でちょっとコメントで言われると思うんですけど餌じゃないです、本当にもうちゃんとちゃんとって言ったら変ですけど、この子たちはペットとして、飼育していきます。で、目が黒い方が、メス で目が赤い方、この子もね、繁殖している時に、たまに出てくるらしいんですけど、この子はアルビノらしいですね。ちょっと見えづらいかな、ちょっとね来たばかりなんでそんなにねちょっと刺激を与えたくないんで、ちょっとまた他の動画でね見せていこうと思うんですけど、はい、今回お迎えした子たちはこんな感じです。本当にね可愛くない？超こんな可愛い子おるんやと思ってね、本当に、まあ、これからねこの子たちもすくすくと元気な子に育てていきたいと思います。はい、今回の動画はこんな感じで終わっていきたいと思います。まだね、この子たちの飼育環境セッティングっていう動画も上げていこうかなと思っているんで、よかったら見ていってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。